おざスマッシュでーす。おっちゃんでーす。かずやでーす。じゃあやっていきましょう。ドカポンザワールド。もう終盤来てるね。ムー大陸。え？どうしたの？ムー大陸のね、クラーケンが、携帯を持ってます。ムー大陸のクラーケンという敵が携帯持ってるんで、もう海賊ならなあかんやん。でも最初だからマスターして、マスターが長いわ。懐かしいね。匂い棒を取ったらええやん。そうやな、取って捨てるわ。でも見た目は俺無色やからな。ちょうど似合ってるやん。はあ、海洋拳。うわぁ、はぁ、よし、孫悟空弱いな。キャッホー、強がってんけどな、とた。怖い怖い、間違えたないけど。いいえ、はいはいはい、なんかフラグ立ちましたよね。いやもう怖い怖い、あれではいした時もう絶望やからな。すごいな、マジシンシン、しょっぽ、全然借りないや。バイン使われ、フリールーレット。もう12万出したら5万いこうからしいですよ。1回12万な。符号しか使え。間違いない。何なのかって。あ、出た。苦いもの得意なやつやん。送ろう。自分当てて。王様、モカです。どうぞ。あった。今これどこを行こうとしてる？どこでもいいねん。あ、押そうとしてる。うん、遅いとかあったらどこでもいい。ピーポーバッチ取りに行こうとしてます。やった、上行けばいいじゃないですか。うん。もう武器は。こう？うん。ヘイカモンや。ヘイカモン。犯罪者になってヘイカモンしちゃう。犯罪者になってヘイカモンしちゃう。狩られるだけやん。犯罪者になってからでいいっすよ。ヘイカモン。に？さっきからしょぼいな。上の金箱熱いんかな。わかんないです。え、すごっかな。でもこっち行ったらもう転職できないんですよね。せやな、会場使いで一緒行かなあかんの。それもそれ嫌やな。なんか可愛いです。まあもうなんかコスプレみたいな。まあでもアイテムと魔法1個ずつ使えるのが相性いいけどな。まあそうですよね、敵削ってから行けますもんね。やった猫ですね。虎ですよ。虎ですよ。猫で召喚するのって、その猫強すぎるでしょ。こんな可愛い猫が。せめて虎でしょ。俺はアジア圏ちょっと回収しとこう。でも女王様になって人の村奪っていくのもありなんですよ、ね。うん、ボス行って終わるんやったら、うん、終わっちゃいますもんね。うん、まあそうやな。こっからどうやって1位になるかに、ね。まあそんなん終わらないですけどね。誰も行かないでしょ。うん。わかんないっす。大事に倒したら1000万ぐらいもらえるかもしれないんで。どうなんやろ。キャッホー、お決まりじゃないんですか。1000万やばいな。モンスターレースとかないんですかね。全額400万持ってるんで。モンスターレースあったら行きたい。大穴に400万あり。ほんで当たったらもう
あとで一気に1位ですよね。だって40倍とかですよ。それこそ400万入れて1600万きますよ。いやいや、1億6000万。あ、10倍ぐらいでいいんか、じゃあ。で、4000万ですよね。全然ありやな。上がらんのか。ネクロマンスターマスターしてないじゃないですか。お、上がりません。マジックゼロ。俺は行くぜ。5。あ、お、金箱や。そんなん15万まあまあまあ、いや、でもムータリックってお金使うとかないんじゃないですか。なさそうね。おえー、おっ、来た。これアジア4つ取ったら40、50万ぐらいある。まあでも大したもんじゃないな。みんなで職業開けていきましょうよ。職業、はい、見たくないですか。見たいけどね。2食12回は地獄や。もう宇宙人はスマッシュしかなれないんで。いや、携帯誰かに捨てされて、捨てられて。携帯知ってる知ってる。俺の携帯ドブに捨てられた。捨てられたか地震で潰された。新鮮なお金しゃあないですよね。日本に住んでたらね。グラグラの実や。いつ日本におったら。いや、その子は日本じゃなかった。俺ロシアって。ロシアも日本も近いですからね。一緒。おっちゃんもだから違う職業になりましょうよ。どうせやったら忍者、忍者するもんまで待ってもらって。あ、忍者近いやん、アジアな。そうそうそう。だからそうなったらまた宇宙人となる。すいません、一旦宇宙人お願いします。あ、てか無職で忍者戦う。それか。え、それって、あ、でもサルバラ忍者にならなくてもいいですもんね。サルバラにならなくてもいいですからね。かどうだろう。だって海賊また選べたじゃないですか。ああ、まあ一回なっとかなあかんじゃん。あ、そういうことか。まあ、しかも毒。まあ、忍者戦いに行くか。めっちゃ今更やけど。え、精霊使いとかもある。めっちゃ音楽かっこいい。あ、これを言っててな、ムー大陸の音楽。急に変わったな。かっこいいわ。え、精霊使い絶対かわいいやん。俺なろ、これに。何精霊使い。わかんないっす。怪獣使いじゃない。精霊もあります。へえ。これなりますわ。それ怪獣使いからの。からのじゃないっす。あ、ちゃうの。はい。でも怪獣終わったらそれでいきます。適当なもんかね。見ましょう。やったらムーじゃなくてもうアトランティス行ったら。アトランティスでなんかできるんですか、転職員は。お、分かる。でもムー行ったらもう終わりなの。あ、そうか。そうなのかな。サンダーボール強っ。魔法シャキッて。シャキッてない、うん、絶対大したことないやん。シャキッと絶対初期の魔法やん。ですよね。てか、バーニングで貫けんじゃね、これ。普通に投げても死にそう。うん、貫けますよね、これ。うん。700ぐらいやったら。全然貫けるよ。
え、弱くね。うん、なんか弱かった。やったー。経験値でか。まあ魔法あるからよ。今杖もほぼ現状最強や。うん、精霊使いになりたいな。いや俺はアジアで、こいつ LA 取り戻しに行ったで。女王様なった、踊り子なったな、ってなったら女性専門養殖、あと精霊使いだけなんですね。精霊使いは女性専門なの。そうなんですよ。あと盗賊マスターしてるんやったら、うん、ギャンブラーもいけるし。ギャンブラーどうやってなる。盗賊マスターして無職熟練度3。3か。まあ3やったらもうちょいやな。てん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 。なんかこうレアなやつって、あ、男やったら格闘士。え、だから文句やろ。格闘士なろう思ったら文句ならなかの最初で、文句なってから格闘士や。確かに。え、文句言うのやったかな。確かそんなやった気がする。アジア全部取るつもりやん。そうやね。1位狙ってるからな。なんでこんなアジアから楽なの。みんな取ってなかった。ずっと放置されてて、東京か札幌かなんか取っとったよ、うん、それ以外誰も手つけてない。男専門職が全然空いてないんですよ、うん、大工以外、うん、そうやな。ベラめ。まあ基本盗賊やったし、ね、うわ、魔法や。ゴーテルリア、これうわ先行だな、死ぬ。お前や、あ、危な。なんでとんずら。うわ、魔法パクれるやん。でも、Go to Hell っすよ、パクるの。いやいや、Go to Hell パクれたらやばいよ。これリバイブや、確か。リバイブか。まあまあ、でかいわ。なんもないですから。そう、これで守れるようになった。うん、リバイブの効果が分からんけど。あー、おもんない、おもんない。もうなんかイベント起きたみたいな。そうですよね、この楽器。なれへん。え、こういかんほうがいいかな。24マスか、結構遠い。遠いっすよね、アトランティス。こんな道中長いんですよ。ちょいちょい赤挟んでくる。一方通行やからね。アトランティス、どんなとこなんやろうな、でも。一回ここ目指しましょうか。うん、ぜひ目指してほしい。オッケーです、いいっすよ、全然。全然目指しますよ。俺はその間に忍者の修羅の道を歩む。3。強いの来るんかな。なんかお前か、お前は弱いぞ。サンダーボール。ねえ。俺が当たったらちょっと脅威やけどな、こいつ。うわ、ここ、先頭何やねん、こいつ。え、うわ、間引き？間引きが嫌やなぁ。多分もう魔法以外脅威じゃないの。うん。必殺。全然。バーニングで貫くなよな。これだけ弱いんですかね。もう分からんな。やったー。経験値やばいっすよね、うん、20万それでも曲がれん。俺のとこのマップとえらい違う。アジアはね、初期マップですからね。あれ、ピーポーやるんやったっけ。ピーポーさんやったな。
いっぱいいるらしいですよ。え、見えるんです、売ってる。いや、持ってるやん。売ってるの。あ、売るんかね。6900円で売ってたら買うな。ねえ余裕で買いだめする。でも犯罪者になったらヘイ、ヘイカモンすればいいんでしょ。お前ははそうか、ワンちゃんすぐにセルフのと当たられへんのか。いや、なんなら犯罪者になったら動けないんで、僕がヘイカモンしたら来ますよ、ピュンって。ただ永久犯罪者じゃないか、安いけどな。そっかそっかそっか。それでも100万もらえますからね。100万じゃ足りんのよな。じゃあほんまなんとかしてマーピン欲しいわ。やったらちょっと強いマップ行かないと。そう、ただおー忍者なるために洞窟行かなか。洞窟行くま、行ってください100万。めちゃくちゃ、めちゃくちゃアジア取っていってるんですか。いや、もうこれで全部取ったから、これで終わり、制覇。いやほんま、一回あった地獄の週、あれでマジ無駄にしたわ。熟練度全然上げられんかったもんな。恩着せがましいやつな、うん、な転職しろみたいハロワがついてくる。ニート撲滅作戦。生活ほどか、ほぼ反対。早く就職してくれませんかね。なんで犯罪者何人かやったら転職で。なんか見させてほしいんですけどね。いや、犯罪者になります。何そっちなんですか、じゃあ。え、上でしょ。え、そっちから上行くんじゃないです、普通に上行くんですよ、多分。いや、ほら、武器がある。こっち通らないです、もうこうガーって海から行ったら入らないです。海から行ったら武器が行けないです何をしようとした。武器は行きたいだけ。武器屋は上しかない。上ですよ。右のアイテムマス。こっから出るんか。そうそうそう。うわ、でかい、避けるんです。めっちゃ持ってるやん。外ジャンプいらない。モノキャッチャー使ったら。うん。デル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 。携帯使おうかな、なんか。で、一旦行くぜ。1。何やんな。あ、やばか。いかねえ。もう武器、うわーって怖いなー。ここでブラックメール来た、地獄やれ。じゃんけんも。あ、全然いけないんすか。これはもう。全然いい。14万か。14万か。お酒飲んでこい。金めっちゃ持ってるやん。金やばい。デニキャッチャーやん。デニキャッチャーアフリカか。洞窟入れるかな。洞窟入んのが大変よな。いや、そうですね。LA ちゃん、これ。あ、そういうこと。絶対ロシアじゃないでしょ、これ。LA か。あ、ロサンゼルスって、こんなあれなんですか。まあ、昔のロサンゼルスはこうやったんかもしれない。部族。インディアン。どんどんサイとの差が離れていきますね。あと3ですか。3か6。待った待った、やなんやねん、転職か。何や、俺つぶさしい、お願いします。
おいおい、これしか送れねえのかよ。送るか、ボケ。まい。いやね。せっかく笑ったのに送ってもらうって。あれ、フリールーレットいるかって言ったらちょっと微妙やけどな。まあ、勝負どころで使えるから。まあ、そうですね。うん、あれもアイテムだからなくなる可能性あるからな。そうですそうです。死んだりとかして。フリールーレット取られるんじゃないですか。まあ、俺に来たらもうそれしかないからな。俺に。おい、30万で投げたってよかった。あ、ほんとに。そんな簡単にはいかんぞ。うん、まあ、行くとか間違ってなかったんですけどね。ピンポイント。んどこや、上や上や。防具魔法ありますもんね、今。もう海賊じゃなかったら、えらいこっちゃったな。魔法を回収するの大変やった。結構素早さ高いもんね。なんでこいつ攻撃魔法持ってないのに、どういうか持ったんですか。多分なんか有利なやつ選ぶんじゃなくてランダムで選ぶんじゃないですか。いやもう諦めたんや。ああ。でも出られてるだって。でもお前いちいちイベント起きたって感じじゃない。アトランティスのワープ代金バカか高かったらどうする。100万。400万あるんでいいですけどね。うわ、クラーケンや、こいつが携帯持ってるんですよ。マジで、はい、携帯取り放題は激アツやな。だから無職で行ってこいつに盗賊とか海賊で。いや、だいぶ手前。無職マックスにしてさらに転職してここ行かなあかんねや。いや、宇宙人は絶対見つけた方がいいですって。だってケロロ軍曹になる可能性あるんですよ。なるほど。賞金っすか。アフリカ、あ、アフリカから行こうとしてるんですかってことか。ムーミンが一番近い。アジアが近かったのに。アフリカも近いんですかね。わかんないです。3、いけんちゃう。いけない。うん、こっちか。てん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 。何お腹多いっすよね。多いけど。うわ、まあ、マジ。ああ、キーや。お願いします。お世話になります。すいません。あざっす。え、でもとんずらされるんじゃないですか。お、いや、多分とんずら選べなかったような気がする。いや、選べる選べる選べる。いや、先行取ったら勝ちやな。え、てかワンチャン倒せんじゃん。守るんです、バリ持ってんで。そっか、いやいや、バーニングで死にますね。あ、そうか。攻撃魔法持ってない。いや、攻撃魔法はいらない。あ、リバイブで、あ、ちゃうのか、リバイブ耐えられへんのか。耐えれたら、ワンチャン勝てんな。勝ったら経験値ベラボもらえる。プラス、犯罪者のバッジもらえますよ。うん、犯罪者のバッジ取って、ピープバッジに行きましょう。捨て上がるんで、犯罪者になったら。うまい。コンボや。コンボですね、これ。え、でもバッチ両方つけれないじゃん。いや、なんで。だから捨てんの。捨てるんですよ。使い捨て。トンズラしたら。
完璧なコンボと思って俺依頼してんの。お前そんな殺そうなんて思ってもない。うわ強そう。逃げ切るから。逃げ切る方で行く。うん、いやこういう時倒せない。ムーの使いや。ムーの使い。うわラストルズ、やばいやばいやばい。ラストルズやばい。命ね。やばいんだやばいんだ。危ない危ない。これなんか壊すやつでしょラストルズって。あーなんかそんなやったな。マジだ。へへへ。動きが止まった。必殺うっ。携帯使って宇宙人に連れ去られようかな俺。いやでもブラックウェル来た時用にたこ焼き武蔵置いときたいね。何してんすかこいつ。どこ行こうとしてんの。どこだろう俺とかいらんやろ。絶対撃たれるやん。でももう毒でしょすでに。だってちょっと上がったんちゃう俺。村4つゲットしたし。そんな上がってない。やっぱアジア安いんすよ。安いな。300万差はでかいな。ちょっとここほんま殺してもらわなあかん。暗殺に暗殺5人ぐらい雇いたよ。まあ、一旦ちょっと100万ぐらい落ちてないか掘ってみるか。徳川埋蔵金を手に入れってやらないですか。300ないんかい。ただの砂でしたね。おっいける。はい。こんな早く行っちゃっていいの。まだ、あ、いろんな職業やっていけばいいだけですもん。まあ、そうやな。忍者だけじゃないんで、もっちゃんも早くいろんな職業やってください。そうやな。海賊なんてそんなクソみたいな仕事してんと。7割盗賊系ですよ職業。マジで。一旦白いマス止まってちょっと考え改め。改め改め。バリ守るやん。鬼守るやん。ね、一旦メスを使っときますわ。もっちゃんに。いや、もったいないな。あ、使うとこないでしょ。まあまあ。グラブシーン守られていってほしいんで。この辺で1個消費しておきますわ。49%。え、アイテムさっき来るでしょ。あ、関係ないんか。お食らった。よし。ゴーン。守るんです。3つぐらい持ってたよ。2つですね、これで。あ、2つ。避けるんですが、あと1個あるんですよ。2個あるのかな。そうなんだ。めっちゃ持ってるんですよ。そうやな。何取ってもらっていいですか。まあ、1つの画面を共有してるから、ただ漏れやな。残念だな。この辺でマホンが止まってたら、ありそうじゃないですか、あの、マビン。うん、マビンありそう。あるんかな。ない。赤箱行かな無理じゃん。あ、こういう気もしないか。うん、チア持ってるんで、バーに持ってください。うるいや、そう思うとマビンが一番逆転の切り札やな。全然怖いぐらい。今やったらちょっと上がってるやん絶対。ワンチャン500万あんで。マビン取ってマジで投資に行こう。マビン兵かも最強や。マビンかも。マビンかもしましょうか。
マヴィンカモン最強やね。しかもマヴィンカモンやったら極論こいつでええからな。こいつマヴィンカモンして殺したら。いやでも1位をタワさんと、まあ、で正直もパクっといたらなお良しじゃないですか。まあまあね。懐かしいな。こっからはもう1位目の回です。近っ2や、2だそれ。5で上から回りますよ。来た。こいつ移動するんですね。そうね。気使ったんちゃう。ちょっと前回悪かったから倒したの。はい。一回倒したのにまだ言ってくるんですかこいつ。ただこれでレベル上がってたらどうしよう。暗殺されるんやこれ。暗殺。そんなんやった。暗殺ありません忍者。弱っ。勝った。あ、なんで間違えたの。反撃やったら攻めるしないもん。いやそんな強ないぞ俺の。やったやったやったわ。これじゃあバーニーでやばいんじゃないですか。あ、ひっちゃうか。いけるかいける。暗殺や絶対こいつやってくんの。魔法リターンしとこう。まあそうっすよね。ちょ、やったやったやったわ。あぶねえ。あぶねえ。すぐ戦後とならまた暗殺来ますよ。やばいやばい。暗殺ループ。これなんで三角押したの。やば。やったやった。一番弱い。あんなものや。イベントボスにね。もうこれ1出しちゃえ。1111111110。2もいっぱい。怪しいじゃん。うわ、うわ、上しかない。上でしょ。それかワンチャン、もう。クッキークリューないでしょ、今。クッキークリューやばない。いや、これは、モーモーやからやめとこう、こっち。いや、モーモーじゃないですよ。キー来ますって。そうやん。モーモーじゃない。キーだよ。殺し屋キーだよ。殺し屋の音楽してるじゃん、ほら。キーだよ。君の友達キーだよ。めっちゃうざい。殺されてよ。おっし。だる。逃げれるんかな。ミスしろ、ミスしろ。ミスれ。ファック。死亡確認。お、確認して。おい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 。おい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 。こいつ死亡確認してないよ。金返せ。なんちゅう適当な仕事してる。逃げていったやろ。あいつ死亡確認。仕事できひんの。あいつ満足してる。だって僕の時来た時もお金込めてきましたからね。お金をやったら対象変えてやると。大したことないな。あいつ殺し焼き、こいつ草野郎ですね。底辺の仕事してる。仕事に責任を持ってないですよ。殺し焼き全然仕事人じゃないわ。あいつ終わってますね。逃げたの完了よ。死亡確認。終わってるやろ。あなたお前か。まあ、携帯落としてくれたら、携帯使おう。強いからね。たまらんわ。極悪ピアス当てただけやん。ほんまに何も入れてないですね。どんどん防具とか呪文とかが揃ってくるわ。なくしてた。揃っていた。揃ってた。調子乗ってんな。絶対殺す。その前に俺が殺されそうやし。いやもう魔法いっぱい買ってひたすらもっちゃんに打ち続ければいいだけですからね。舞台魔になって。てか恨みもかかったんかなこいつ。かかりましたかかりました。あれどういう意味あるの。わかんないです。もう嫌や。先行取ればいいだけですからね。でもそうだ、先行取ったからな。取れへん可能性の方が高いやろ。はいよ、あざっす。お疲れした。さよなら。あ、今裏見せんかったの。するか。忍者絶対かっこいいですよ、見た目。なんかくるくる負けなんでしょ、多分布。前回なんで忍者せへんかったの。いや
足りんかったえ魔法使いマスターしてないじゃないですか待てレベルだけが無駄に上がった魔法使いやってないんかいなんやねめっちゃ重いやん俺忍者殺してレベル上げようかなどちみち魔法使いますよ戦闘意味ないっすよただ今から魔法使いやるのちょっと脱線しすぎやから一旦無職やろあそっか忍者は女でもなれますもんねそうやねあんな近くいてくれたのに気使ってね、うん、どうぞどうぞぬいぐるみを履いていくこと考えてますよね武器取ってそうな、まあ武器取ったったらちょっとねもう可愛くなるでしょうん魔法もないし、攻撃もないしやめてよ盾は俺のやしな、もともとやめてよいやだってね、ノーノート1位やってるんでねうん1位はひっくり返さんやらないといけないんだ革命起こしますわ触れてくださいみんな1位は楽々と保てるもんじゃないねんぞっていうのを僕が見せつけますわ元祖1位が言ってらっしゃる俺2代目1位やからそんな3代目に攻めのない1位はねすぐ落ちるんすよ3代目1位来た来た俺も巻き込まれるやつやもっちゃんの方が低いやんどういうこと遠いんですよ、多分もっちゃんの方がきっと位置的にほらまあいいなまあ今は俺別に戻れるんやったら今金持ってましたっけもう持ってるまあまあ持ってる100万持ってたはずいや手持ちの金なかったらしゃあないんですよね何持ってました見れないっす、正直見らんない L ああ、こんなに物見れるんすね金は開かない守るんですかあ、避けるんですってでも避けるんじゃないですかいや避けるんですなんやろ、まあ一回2個持ってるし一回試しに打てばいいかみんな約2分1で避けるんですよね、これ 60% もほぼ2分1じゃないですか逃げてほんめやこ、次やぞ避けるんです、使える気するんですよねうわ、避けた普通に避けたクッキーだけ死ぬんじゃんかわいそうにごめんよ、クッキーごめんよ3位やしなそうです、ごめんよクッキーまあ天使やったらいいやろクッキー天使率高いねえ、まあやっぱ新刊やからですかねごめんよクッキー悪気はない悪気はあるでしょ悪気はないにえやこわっ、来たおめでとうございます。おめでとうございます。欲しいもんないっすね。おめでとうございます。いや、それが見つかんねん。あっこ入ったら、うん、マビンっていう伝説の書が。絶対ない。あとビビデブ。一旦行ってみましょう。いや、耐えられへんくなるからな。あ、避けるんです。思い出した。こういう赤箱とか避けるんや。マイナスの。あ、全どれ来てもいけるやん。耐えれるやん、俺。オッケーオッケーオッケー。奇跡の針金。いらんよ奇跡違い何の効果あるんですか奇跡の仕事ってこれ、これ直すだけ
全回復だ。万能薬の上位版。ああ、じゃあ万能薬伏せたらいいんか。モンモン直すやつは。ごめんよクッキー、悪気はない。悪気はありますからね。俺もいっそのこと死んで戻りたかった。あ、ストジャンプないんすか。ストジャンプもうこいつ殺そう、ずっと永遠。おい、修行するわ、ガマ丸と。ガマ丸先生と戦おう。ガマ丸がもうちょい経験値あったらな。フランス、いいな。南極で帰るんすよね、覚えとこ。いや、だいぶめんどくさいで、あっこまた戻るの。で、またでも、アトランティスも帰るんですよ、僕。アトランティス、なんかありそうやけどね。ねえ。おいおいおい、エネゲット、エネゲットや。吸血、これはかわされへん。価値悪いな。ここでしょ、めんどくさくないですか。マネコウモリやばいって。ヤッホー。むちゃん今から犯罪者になろうとしてるんで。極悪ピアス、どれぐらい上がんねんな。結構上がるんかな。3,40 ぐらい上がるらしいっすよ。 3,40 やったら微妙やな。体力も500しかないじゃないですか。おっ、あ、無理か。おい、切れで、今思ったけど、せっかくやったらアイテム系とかでな、犯罪やった方がな。買った時の恩恵がここないよ。お前これで勝つんでしょ。買ったらマジ無駄、無駄ガチグーいくらいくらいくら。 How much?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  How much wanted? 150? まあまあ、一大イベント。 Hey come Hey come onヘイカモン。ヘイカモンまだ。ヘイカモン。ヘイカモン。カモヘイ。一緒イベント？ヘイカモン。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 ヘイカミングツーン。いや、でもこれしてるところで。え、何パー何パー、ちなみに。見れないんですよ、これ多分。え？見れない、見れないです、ヘイカモン。全員なんで。ダメージじゃないんで。え、パーセントないの？さすがにパーセントある。戦い負けたら、え、だってトンズラするでしょ。うん、だから途中でからぶち殺しますわ、普通に。そうか、トンズラか。だから盗賊どっかいつかやめると思うんで。やめた時がヘイカモン。やめた瞬間ヘイカモンですよ。ヘイカモン。ユーヘイカモン。うわっ、うわっ。え、でもこれ調べたら悪いの落とさなかったです。何これ。これパンドラの箱でしょ。パンドラの箱、素早。Go to hell。道連れやって。どっちももう一緒やん。バインド。自爆やん。やばいやばい。怖い怖い怖い。俺も死ぬんすか、これ。うぅ。死んだ。行く。行く。回避不能やん。あー、魔法の癖なくなった。ヘイカモン。ヘイカモンがなかった。ヘイカモンは。これもう避けれないですよね。これやばいな。あいつなんなん？あいつで先行取られてやばいぞ。もう先手で降参するしかないやつやな。いや、先手取ったら殺せるんですよ。あ、先手というかもう。初手から降参するしかない。めっちゃ怖いな、あいつ。クッキー殺しまくろ。先生、外はどうなってるんですか。あ、金箱行きましょうよ。あ、そっか。いや、そんな、こんな洞窟の金箱行ったところうわ、マルコモリや。
エネゲットや。先生、献血が欲しい。あ、でも血がなくなる。血がなくなる。おーい。やばいやばい。ウェイ。あ、今度怪我せんへんかった。ヤッホー。くそー、こんなとこで死ぬと思わんかった。3番員いっぱい買ってから行こうか。あれ怖いな。ねえ、怖いですよね。道連れって絶対死ぬやん。防ぎようがないっすよ。あんまり回避不可。あ、いきなりいきなり来るよ。危ない。甘い汁やろ。56やばいやな。先行取られて終わりやん。もう普通通常マス不分も危ない。ただのノーマルの敵でも危ない。これレベルが上がるのか。上がらない、上がらない。あ、僕今お墓に眠ってるんで。もっちゃんピンチですね。勝手にピンチやな。いや、ほんまそれよ。ほんま大変やな、無職。うわ、全然行かれへん。あ、カパパは行けるわ。誰が行くねん。如意棒ぐらいの強さしかないやろ。なにこれ、歌舞伎のね。ハヌマーン、なんか顔狂気やのに体がダサいですよね。大変や、熟練度上げんの大変や。1111。うわ、体力1になった。体力1っすよ。1だけ残るんで得。もう誰に声かけたかも死にます。うわ、生きてバー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 。これ陛下もしたいな。やばいな、陛下もしたら。え、お金あるんでしたっけ。お金はあるんですよ。アイテムは集まるしかないですよ。だから宿行かれんからな。ほんまや、ほんまや。もうアイテムマスしかないですよ。でも、アイテムマス行ったところでちゃう。もう戦え。じゃあもう行くしかないですよ、敵のとこ。そうや。あ、それか赤箱か。あ、赤箱ありやん。避けるんで、3枚に、うん、捨てる前に終わった。こんな時に限ってまあ、降参するしかないな。ここやったら降参やな。おー、感じろ感じろ。倒せんちゃん、倒してレベルアップ狙って。倒してたらセルモン会えないですよ。そっか。え、セルモンは会えるやろ。あ、そっか、行けるか。一旦休みないんか。うん。こっち行くいらないですよ。マグマやなんか強いですよ。
活したけどどうしようかな。てってって、アフリカか。そうそうそう。また行くのめんどくせえもん、大陸。ナイスクッキーですか？クッキーや。タッカーディフェンス。新感か。ああ、なんかそういう特技なんですか？かなぁ。カピコピコハンマーの効果じゃん。まあでも倒せるわな。倒しに行こうかな。クッキー金持ってんかな。何なんみたいなやつ。クッキーめっちゃお金持ってるね。いや持ってないでしょ正直。あれで見れるやん、チェックデータ。これミナルも見れるんすか。見れへんのかな。あった、正直170万。まあまあ持っとるやん。うん、金戦いに行くか。まあ、魔法打ち込んだらいけるわ。あ、ドマホガドラなんで眠らしたって。あ、違う。さーん、おだや、やばぶち殺す。デン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 、怪獣使いなめんなよ。必殺かな。奇跡の祈りはしないでしょ。必殺か。ハリーク使っていってバインドやったらもう完璧やけどな。もうこいつ祈ると思うんで、多分ハリークしてくれよ。バインドしたろ。攻撃あれマジビビってるだけやん。200は効かんぞ。難しいな。バーニング必殺呼ぼうかな。いや多分これドマホガドラ撃ってくると思うねんけどな。ドマホガドラ、まあ普通やったらドマホ撃つわな。その間を通して必殺で殺すかよ。必殺で殺せたら全額奪えるのか。そうなんすよ。全額はでかいな。痛い。うぅい。きたそれ。うわぁ。あがす。170万はでかい。あ、でも天使だから全額は無理なんだ。いや、勝負挑んで勝ってるんで。やったー。さっき僕が選べます。経験値やばいんじゃん。あ、そんなことない。もうないっすよね、こいつ。装備ピコピコハンマーいらん。でっかっしゃ。これは貯金しに行こう。やばいな、金。今だって全キャッチャーで取ったら1回120万ぐらい取れんで、多分そんなことある。だ師匠、3回目です。無駄に無駄に3回目です。暗殺しないでください。暗殺は勘弁です。暗殺これマジ死ぬんすよね。正面から戦ってください。暗殺だけは勘弁してください。お願いします。やばいやばい、これはやばい。
え、てか強っ。うわ、つながってる。え、待って待って。レベル60になってる。師匠、話しちゃいます。師匠、話しちゃいますよ。え、師匠。あぶね、師匠バリ強なってんねん。ちょっと待って、化け物みたいになってる。師匠も鍛えたんすね、ドン引きっすわ。攻撃じゃないですか。倒すことに強くなっていくのかもしれない。師匠の方が悟空やったわ。サイヤ人やった。これもさらに強なんちゃう。強なりすぎやろ。捨てる。お前下手し6倍、やっぱ48万上がらんのか。あと僕なんか20万のやつ2、3回倒してやったからなんですよ。そうか、もうちょっと師匠倒せんわ。怖いわ、バクチすぎるやろ。びっくりしましたね。あれはびっくりした。レベル60何万で上がってました。引いた。もう普通にモンスター戦おう。え、避けるんでその手で赤子行ったらいいんですよ。いや、でも攻撃魔法ありますよ。一旦、あれ来るかもしれない。セルモン体力1で、うん、戦うね。速攻取れるかどうかや。もうこういう時に限ってこない。あれ、リヴァイ持ってるのか。真っ暗やな。終わった。こう、降参できん。終わった。リヴァイブ来ました、うん、え、なんで？え？ボーテヒロは死にますよ。守るんです、守ってくれないですよ。終わった。守るんです、持ってたのに。なんで、守る、え、ゴーテヒロ体力、ダメージ食らわないんで。1って。ミスか死ぬかなんで。もう死ぬもんやと思ってました。何でもいいって思った。うわ、全額なくなった、うん、ナイスナイス、 ナイスこれはでかい。そうよ、守るんですからか。物理攻撃くらっとしなへんのに。あんやったな、120万飛ばし。いや、びっくりしました。これはワンチャンまだ1位あるぞ俺。だってもう200万ぐらいしか差ないでしょ。いや、俺も1狙える。ぶっ壊す。やばいな。エグゼバーニング。俺、ヘイカモン待ちやから。今ヘイカモンで呼ばれ待ちや。武器失って呼んであげますね。武器失ったらって。その武器怖いんですよ、海の鎌。クッキー倒したんですよ。170万ぐらい取りました。あ、良いなってるクッキー。まあ、170減って片や上がったもんな。そうです、340万差出たってことやんな。だ、僕も2位に近づいたんですよ。これ多分今の170万で。これどうなった。ボーナス来たよ。ういいけるいけるいける。200万は全然詰めれる。200万は詰めれる。来たで、来た来た。あともっちゃんさえ気落としたら。そやもん。これここにいていいのか。ここにもういる意味ないやん。もう自問自答してるわ今。先生帰っていいっすか。
先生帰った、こっちに。先生言いましょう。あ、変わってないですよ、さっきの余すわ。あ、多分ストーリーの進行具合に更新されるんですよ、多分倒したらか、俺の強さに連動するからな、俺よりちょい強いになるかみたいな。出れないっす。ピロン。これ怖いな。ブラックメールもう来てもらっていいよ。おっし、ナイスナイス。4つしか持ってへんで俺。いいよいいよ、避けるんです、いいよ。マネールーレット、いらないでしょ。あれ俺持ったやつじゃんこれ。あ、ちゃうわ、いるわ、いるいる。フリールーレット、売るんすかこれ。え、待ってください、持ったない持ったない持ったない。ん、今だって4番に捨てようか。今買ったのに。マネールーレットは金になるもん、これで結構。1引いたら5万も返ってこないですよ、多分。いや、まあまあ、1は引かん。あ、でも1引いても10万。1も0。1も0。あ、むちゃ死んだか。うん、死んだ。ゴートゥーヘルされるから。これ、雑魚的のゴートゥーヘルってデメリットないですよ。ただ殺せるだけっすよね。お金預けに行こう。650万はやばいな。6、6は行かれへんね、教会。相手のマスに止まります。教会にこれ預けな。やばい、教会に通れないわ。置いてバイン欲しいな。通れないわマスター。通れないわ持ってんじゃん。まだなくなりました、全部売りました。売った。もう全部ないじゃん。全部売りましたよ。なんでよ。600万預けに行こう。600万が今動いてんねんで。マネルとりあえず使ってんじゃないですか。ペーン。ブロック出たら熱いですね。4、いいやん、いいんじゃない。50万ぐらいあるんちゃう。40万、いいね、いいよ。差が縮まっていくよ。よしよしよし、もうびっくりいらんで、当分。出たー。エネゲット。エネゲットやったらいいけど、吸血やからな。あ、そうか、吸血が受けられへんやつや。もう誰だ。よしよしよし。うりゃ。意外と食らわん。ヤッホー。回復剤使いましょう。いいやん。回復剤いいやん。いいね。空気読んでるわ。通れないはない。通れないは。教会に通れないは置いて封鎖して、蓋閉めて。ないっすよ。なんでやねん。もっか置けもう。こうやってもう。セルモンから追われてないじゃん。終わりました。死んだんで。また解説何行かなダメです。あ、クッキー。今行くメリットないでしょ。もう正直にゼロ使うです。やばいやん、これ3人。うわ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 、これ怖いぞ。転職したいじゃないですか。またセルモンやるんですか。セルモン中毒。セルモン破産するわ。うん、そうかもしれん。それでもセルモンに行きたい。そんな、何取りたいんですか、ピーポーバッチで。何が取りたいんですか、その後泥棒で。いや、ずっと武器は行ってね、ピーポーバッチでずっとパクリパクって、それをずっと撃ったらいいかなと思って。売られへん。あ、そっか、うん、武器増えていくわけじゃないもんね。うん、そやな。しださらめされてんぜ。うん、
てるな。結構ええ感じのなんか捨てやもんな。魔法とスピードがちょっとずれるぐらいで今じゃないな、お金なくなったっすもんね。ゼロが2人おる。ここでいいっすね。じゃあここ戻れないっすよね。ここでいいっすなんかないんか。600万やで。600万、その600万ブレさせたら、600万なぁ。解放って9999ないの。さすがにないか。そういったところはでも解放。まあそうやな、売っといた方がいいんちゃうか。くら寿司いつもされてたし。で、オレン君ね。守るんですよ。やばいって、ここで守るんですよ。魔法ないっすもんね。そうや。もう倒せないっす、僕を。しゃあない。こうなったら、クッキーが。絶対来ないっすよ。クッキー。お、寄ってた。綺麗に寄ってた。遠回りしちゃった。倒したんでね。もう僕の敗者です。なんもないな。まあ、回復しとくか。キモティーキモティーキモティーって誰でしたっけ。あれや、ワンピースのトントンや。あの、トントンのあの、トントンの身のどんどん重くなるやつ。トントントンって言ったらなんか何トンになるやつ。あ、なんかおったな。あ、帰れる、帰ろ。ワンピースいましたよね。ワンピース知らん。ワンピース全然見てないですよ。え、キモティーってそれじゃなかったかな。ワンピースって気するんだけど。台本打っときますか。台本あ、やばい、王の外出た。対象になってる。1/3ボン。俺やし、しかも。いや、あー、まあまあ全然やったな。あー、そろそろ潜らずしますか。やばい、クララクララアイテムもこいつドクラマグラの書しか持ってなかったっすマジなんもない。え、てここれ俺1出たらまあ、どっちが戦うのダメじゃないですかそれ。ちょっとしたらまたクッキー行かなあかんの俺こいつのとこに積み立てしといてくださいよ。積み立てて29,000円から負けたところでですけどね。8,000円ぐらい1,250円貯まったこいつ貯まった見たことない誰位置出たら誰行って戦わなあかんやん俺。1は出さんでしょ。あ、1出しもいけない。下はいけるんか。2個下か、うん、えってえって。まあ、バイン系か。避けるんです。よっしゃ、コンバイン。ちょ、ムー大陸へ避けるんです。使いたいな。避けなかった。きた、フードバトル、きた。これはまあね、こういうのは違う。ゴチ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 、これはでかい。もう早速やん。ああ、練習なし。行くぞ。行くぜ早いな。これ勝てないんだけど。
初バレ焦ったわ、もうなんか。いや俺もしょっぱな間違えましたもん。ほんまに100接戦やな。この額は絶対熱いからな、100万は絶対超えるよ。なんか平和やな。もう優勝じゃないですか。優勝優勝。いや遅いな、クッキーも遅いけど遅いな。なんなんすかこれ、順当なトーナメントじゃないっすよね。この二人だけっすよね。ほんまに。なんかもう、なんすか、ビギナーズ枠ですか、この二人は。なんでクッキーっていい勝負なんすか。買ったけどさ、僅差や。もうもっちゃん次何もせんでいいっすよ。勝ってないっす、120%。200% 勝ってないんで頑張るっすないっすよ。コントロール多いです、うん。まあ、勝負しようか。頭使わないとやっていいですけど、世界新記録出すわ。もう5000超えたらほっといていいっすよ。超えないっす、もっちゃん 100%。 まあ、せやな。運もあるんすよね、多分何出てくるかな。あ、5000超えてる。うおぉ、5000超えたやん。頑張ったっすね。やる。これ、またボス倒すんか。もう倒せますよ、こいつ弱いっすね。これやったらもっちゃんでも倒せるんじゃないっすか。ええ勝負ちゃうか。うさん、行くの行くんちゃう。焦るよ。あ、9000行く、9000行く。いつも目指してくださいよ。ああ。なんぼや？何百万や？100万ぐらいじゃないですか。いや、もっとあるやろ。よし、負けたな、これで。ちょっと、スマッシュ倒しに行きます。これでいいになったわ。切った1、ここでフリールーレット発動。どこや、ドカボンちゃん、どこや。うぅ、ためろ、金をためろ。ドカボン入れるんですか。入れれる。しゃ、助かった。全額入れるの。いらね、そう、マジか。じゃあ取られる前に食べたった。これでいったな。何が起きるか分かんないですからね。そうや、まだ何が起きるか分からんから。よし、大砲撃っとこう。もう何されても一旦壊ないよ。別に死んだとこ失うのも今ないし。うわ、これ、うちのやつや、タルク。うわよかった、入れてて。お金入れててよかった。上です、上。うちの上。あ、タイマーアンで。600枚。一振り600万。紛糾600万やったかもしれない。
いや、もうもっちゃんが1位になることはないやろな。分からんね。いや、ないな。やったー。そんな攻めの姿勢じゃないし、もう、あのラッキーパンチの400万があったから1位やったけどな。うん、ザンビア、タンザニアマッチやから、これ死にしようか。てる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 、よし、600万やばい。毎回4とかいけないんですよね。600万600万やばいな、クソ大金や。そんな持ってるやつおらん。あっ、ドマンバカドラ耐えるんだ。これミスターか、耐えるんだよ。耐えたし、やば。そんな耐えれんの15で。トマホガードがすげえ。1。うわ、いった、無駄なんて最悪。ムー大陸行こう。え、宇宙人目指してくださいよ。赤箱に行こうって、うん、うわ、こういうの取ったな、こいつ。忘れてた、自分の今の状況忘れてた。HP1 カオスやん。回復だけしとかまずい。回復したら無理っすよ、無体力の敵。ほら行きましょう、ほら。しかもトンズラできひんから逃げられへんもんね。失礼します。東京村まだ C かな。あ、金がない、金がない。え、自分のとこ行かなかったんですか。自分のとこ行ってない。金がない、忘れてた。最悪や。あ、ちょっとちょっとこれやっとくのな。あいつアジフィシュレコード。また折れちゃう。ボタン出ても無理じゃないですか。うわ、危ない、さっきからあなたの大砲。すごい音してんねんけど。ユウ危ないわ。危ない、しがるやん。
ったまんしてくれ。やったぜ、奪い返しに行こう自分の村。キーは一体何をしてるんや。うわ、4倍にとってでかっ。自分のとこ行きましょう。それしかないですよ。自由にやればいけるでしょ。下下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 す。ムーもないかなって。え、だってムー行くんやったら下の方が近いです。そこのそこのそれ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 、はい。集金でーす。集金溜まってないでしょ、まだ。しゃあ、いつも暗殺でしょ、うん、そんな売ってこないイメージ。そうやな、僕一回これで殺されてますからね。売ってこん、売ってこい、売ってこいよ。暗殺しかお前の生きる術はないやろ。なんで攻撃なんてしてんの。アサシンのくせに暗殺せんと終わってますよ。このゲーム仕事を全くせんやつばっかやな。殺し屋と優しいんといい。裏稼業のやつら全員適当っすよ。だから、そろそろ教会に行かして。甘いし、2個持ってるのか、俺。ええかも、ネムネムマグファ、グラディシュ。いや、6はいけんて。6はいけん。タンザニアシースもね、結構意味がないんだな。開いてますよね。あ、マメリオストーンめっちゃあるよ。コガネムシ。あ、俺なんかで。これですよ。コガネムシ。ワンチャンゼロなるやつでしょ。そ、ほんまやばい。なんかせなあかんのじゃん。コガネムシって倍かゼロかやったっけ。そうです。今倍かゼロかやったらやばいよな。やばいです、やばいです。1200万。1200万、もう1位やん。コガネムシはゼロになったらもう1位の勝機なくなりますけどね。まあまあ、でもそれをやりたいな。アトランティス行きたいわ。俺もお金預けてアトランティス行くよ。おい、ロックって。で、無職の熟練度も上がりましょうね。ただ、無職のままでたたる、パッパッパッパ、戦いがない。ほら、金どうすんの。おい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 、これ借金背負わされるんですね。おい、ヤクザやなこいつ。やばいぞ、マイナス9万。ヤクザがおる。あ、魔法やればいいんかな。うん、どっちでもいいですけどね。こっちしようか。マビもらえるかもしれない。うん、全然あり。ビビデブーとかもらえそう。わかりましょう。ドゥ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 。
グー。うぅ、危ねえ。買ったし。やるやん。何もやるやん。グラズシーン。どれがいらんかがわからん。ゴロ3台。ドクラマグロいらんす。ドクラマグロ。うん、ドクラマグロ。村でのもいらんな。まあまあ、棒がいいやつか。プリンはいらないんだよ。てか、魔法いるしたの。使えろ。死神やわ。死神何みたいっす。したしたした。なんでなんでない、まだ。え？やばい。倒さない意味ないじゃないですか、これ。これいらんで。呪文をかけた側は相手、え、あかんやん。倒さな死ぬんですよ。あ、人のラーバーなくたってことですよ。呪文時点で自分の穴を用意してるよっていう。呪文をかけた相手を倒さない。まあ、クッキーに。グラズシーン、ゴロサンダーいる？ゴロサン、グラズシーンいらないです。ダメージ弱いんで。魔法強くなかったら。絶対使わない。ゴロサンダーの方が ダメージ量多いんで。そう。微妙。全然判断しないですね。僕に死にかけてもいいですよ。どうしようかな。え、これ死神にも直せるんですか、奇跡の雫。このマークでしたよ、さっき。そうやな。直せるかもしれない。絶対直せるやん。やったわ。そろそろ教官行かして。いや、4は行かれへんねんって。なんかこのくだりやんねん。まあ、もう一回4出ることになって。うわ、だるいって。で、で、で。オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと、そ、もう、あ、依頼のやつ。ヨーロッパ遠ないですか。遠いな。今からヨーロッパ行く気はないっすね。ご住所久しぶりに来ましたね。うん。どれぐらいさあるんすか、よっちゃんとクッキー。よっちゃんとクッキー。じゃあ、もっちゃんと、そのもっちゃんが今どれぐらいなんですか、その人は。僕と400万ぐらいですか。サンド。あ、見える見える。見える。まさに。400万頑張らなあかんの、俺。400万じゃないの。400万。400万でしょ。400万どうなの。てん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 。そろそろうちんとこ来そう。コロリちゃん。モンモンやろ、これ。モンモン。ストライキ。うわ。教会入られんの、ちゃん。村は町市でしょ。あ、全然あれや。教会行きます。よかった、回復しとって。よしよしよし。一気に行くれ。おら。まあ、ぼちぼち。18か。あ、入れますよ、もう。手前か、微妙やな。うわ、サンダーボールみたいなの来たら死ぬけど。あ、ちゃうわ。魔法自体はいいや。クラーケンで携帯取りましょう。無職で行くとこちゃうけど。え、
の弱いっすよ、こいつはほんまに。さあ、魔法リターンあるから救いやな。魔法は脅威ではないと。リターンした時のダメージのなさ。いつでしょ。ずさん。これで死ぬでしょ。うわ、なんかもらえる。もらえる。ジャッホー。殺さんだ。全然いない。舐めてんな、あいつ。全然いない。舐めてんな。期待した、俺がバカだった。殺さんだ。もっとええもんあるやん。出たね。出た、出た。自分に帰ってくる可能性考えないんですかね。俺やん。うわ、まあまあまあ、うわ、誰誰、ここ回復ないもん。体力やろ。あとはもう邪魔するだけやと思うね。暴走しやがった、次に。え、もう勝ちに行かないんですか。あとも邪魔するだけ。だって139万と146万なんで、まあ、あんまないっすよ。狙わないんですか。まあね、俺が狙われたからな、今、大砲で。何だったんですかね。これ、防御したらワンチャン耐えるんじゃないですか、こいつ。ディリリリリリ、お金が増えた。いらね。毎回大砲撃たれるのうざいですね。でしょ。うちマグロ殺しておきます。マグファイヤー。マグファでも喋れるでしょ。ちょっとおとなしくしよう。ギリギリやん。避けるな。めっちゃ避けるやん。海賊避けよんな。なんか裏情報でさ、うん、女の職の女の性別女の方が避けやすいって書いてあったような気がする。うわやばい、ついにやったよ。ストライキして、して神父様。神父おるやん。まあでもこれも、これで君もこの金庫を捨てることはできなくなるね。え？ちょちょちょ、え？これいくら預けるからですよね。うん、じゃあ細かく預けるよ。60万だけ持ったか。これも何もない。ギリギリ俺買ってんな。いや、特産品入れたら全然。またよし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 。60万でいいっすよ、手持ちは。ゼロでいいよ、ゼロ。ゼロは何もできんくなる。むしろマイナス。20万。うわ、増やす増やす、切ってお金また取りに行くからね、お前。よし、まだある。お、ギャンプロ。なんなんすか、バババインってこれなんなんすか。何が増えるんすか。え、ずっと増えてるじゃないですか。ずっと増えてる。あ、もうそうそう、終わると思ってね。もう一回バババに残ってほしいな。もう一回ワンチャンあったらいけそうやけど。
あ、携帯取れる。携帯携帯取れる言っても海賊じゃないからな。チャンスチャンス。土下座。土下座できないんですね。てか HP 多いな、こいつバカ多いな。むず。マホリターンは絶対ないでしょ。やったわ。やったな。オッツ。3ターン下手しかかんな。いや、ここの村取っていこう。それでいいや。一番近くどこ？トト？ここか。エチオピア取られたのか。ガーナも取りに行くか。回るか、ここの辺。エチオピア黄色いな。誰や、誰や、誰や、誰や。ほんまにけしからんやつありますからね。アトランティス生きてー。うわ、ここでまあ奇跡の雫あるんかな。もう先行通ったら、うわ、もう算数にも尺やな。絶対コールになるんですよね。うん。やっか。ピアスで直してくれんかな。治るんかな、どうなるの。ねえ、ワンチャンありますよね。うん。いつも今向かってんの。うわ、戻ったし、しかも戦闘やから結局意味ないんか。次のターンで殺せばいいんですよ。簡単に言うけど、来た。でかマグロ。この先ナイスやってんな。わあ残りそう。わあ残った。今怪我で1って。次上がるんですよ。よし、ゴッチ。携帯、携帯ゲット。
1,2,3,4 やったんや。これはこう。ヤマジック1ずつ上がっていくんですよ。でもそやな、無職やからじゃん。ああ無職オール1ずつじゃん。あ、いける。上から回ったらいけない。いけるし、4でしょ。うん、あ、ストライキか。あ、あ、定休日じゃん。ストライキはマッチ言ってた。あ、そっか、定休日や。定休日やばいじゃん。宇宙人や。ここで、あれさっきもなかった、うん、めっちゃ宇宙人来るやん。いいなぁ、全パラ1上がる。またすごい、みんな嬉しいですよね。うん、2ターン動けないですけど。1ターン、2ターン、1ターンか。まあまあ今の1とカウントしたね。うわやるなぁ、結構くらい。いや多分 HP が1000あるからじゃないですか。僕奇跡の静か。いや村行きます。行ったここでまた1出てコロリになるかもしれないじゃないですか。2か。ここでもし、え、預けましたもう600万。うん、全然いらんねんな。今誰もあんま持ってないでしょ、現金は。俺からと手でマイナス9万。アトランティス怖いな。近づけばパンドラの箱が開くかもしれん。うわ来た来た、待ってました。赤箱薬の灰殻持ってるんですか。違います、守るんです。化け物の槍やばいやん。やばいやん。あ、見えるわ俺。オールダウンが。あ、そうそうそう、守るんです。あれ複雑やな。そんなに嬉しないわ。避けるんですよ。あ、避けるんですか。直してくれよ。化け物の槍は強いんかな。ちょっと見ても、鬼滅の刃やな。名前からして強いやろ。結構上の方ですね。ドカモンソードより強いんけど。マイナス効果もあるんじゃないですか。なし。マイナスしかない。攻撃し、たまに勝手に必殺を選択するがマイナス効果。今のあの読みの釜が176やねん。で、化け物や230やから60ぐらいやねん。強いな。めちゃめちゃ強い。もう一回行こうかな。赤回ろうかな。でも避けるんです、もうないっすよ。せやねん。ただちょっと中毒なりそうや、あのギャンブルに。まあアトラン、あ行かれへんや、俺アトランティス。マイナスやから。金ない。もう赤マスぐるぐる回って、100万引けてるしかないっすわ。店ないの？店で写真売れるやん。店行けないっすよ。どこに店あんねん、そこの大陸に。魔法マスでしょ。魔法マス？戦って金回収やろ。それか？宝箱来ますよ、マジで。うん。見せずれされますよ。クラーケンは長いねん、戦いが。魔法ない人からしたら。地球体落とすかもしれん。そうやな。もう、必殺撃てばいいんじゃないですか。撃つわ。
一冊一冊清き。そりゃよし。誰だ、せやろ。ダメ。一冊反撃反撃。よっしゃ、一ターンで無理やり抑えた。うりゃ、めちゃめちゃ無理やりやな、これ。携帯来るか、ジャホー、プルルルー。あ、でも24,000。もう一回行ったら、ただこの戦いしんど。帰ってきた。これ間違って人体改造成功してないですかね。成功したであります。失敗しました。失敗しました。失敗したんかい。これできるのか。ラッキーベル発動してくれないんですけど、僕もちろん1回ぐらいしか発動してなかった気がする。なんなんですかね、ランダムなんですかこれ。やばいやばい、コロリうざいって。まあまあでかいっすね。128うっとうしいって。ラッキーベルすら持ってんの。やった。やったー、まだストライキなんか。やったー、もう今ジャングルマン触るわ。じゃあ俺モン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 来ても食わないですよ。まだ僕コロリーナウなんで。百獣の対決、俺の方が百獣っすからね。バーニング外しちゃう。甘いぞ、ビーストキング。圧倒的サイズ。やった。発動しないです、ラッキーベル。ベルってくれないんですけど。1回ぐらい戦わな、金あれやろな。マジ宝箱来ただるいですね。もうその時はその、よしよしよし、カモが来た。こいつ金なんぼあるかやな、持ってなさそうやけどな。さっきは降参しよったからな。降参だけは勘弁してください。よしよし。オッケー。ヤッホー。おー、いいやん。結構お金いいやん、あいつ。ストライキですよ、やっぱり。あ、いけるのか。今だけ。ストライキ。
ストライキいつまでやってるんですか。ちゃんとストライキ解除しろよ。153万。153万ですよ。153万。ん？ああ、ます決めてやばい、158出た。いや、さすがに使おう。もうたまらん。ストライキいつまでやってるんや、ほんまに。アイテム買いに行くか。14マスもあるな。バイ持ってたっけ俺。あ、そっか、さっきやっちゃったのか。奇跡の雫使ったからか。4ってちょうどここ。おい、ふざけんなよ。こっから行けるんか。おい、ここ行こう。誰や、誰か。魔法弱いやつやな。魔法弱い。こいつのバーニングが怖くないかな。反撃。脅かしてない？うわ、混乱するやつですか？あ、ワニも使えるんだ。かわいいわ。やったー。ここってもレベル上がらないですね、マジで。うん、ほんまに。てか、セロもね、ネムネムしたら勝てるんじゃないですか。ねえ。ね、ああまあそうか、聞くんかな。3670じゃ足りんのな、さすがに。後ろものステータスやったらみんなダメージ当たれないんですね。この辺危なそうやな。出たー。先行取りゃいいんですよ。強制帰還されるかもしれない。おっし、素早しかもこいつ。でもこの際だったら当たりますもんね。マジ増えた。1。あ、打ってくるか分かんないですよ。 CP なんで。あぶねえ、怖え。これ、でもそのまま返したらやばない。俺が1なんだけど。Go to hell で。
大丈夫。コートヘル返しやばい。いけるでしょ、守りたんの場合。お金結構もらえたやん。4万2000もらった。これで1じゃないでしょ。と1じゃないやろな。守りたんなんで。Go to Hell 返し強いな。マホリタン相性抜群や。マジでんちな。そんなことある？そんなミラクルある？店の人も困ったやろな。ええってなったやろな。犯罪者来たよ。狙っとんぞ、150万違う違う、バインが欲しいんですよ、バインが。狙ってか、インスト狙ってんバインが欲しいと言う。いや、ストライキなんで、あんまりして使いに行けないんですよ。誰誰誰トンズラしてくんちゃうんけ、こいつ。まあ、全ゲットワンチャンあるから、バインで打ちますけど。一冊、やばい、ちょっと暗いんじゃね。やったー、それはよかった。みんな金持ってないんですよね、でも。じゃあ誰にすんねん。あっ、終わった、これで。さあ昇級したぜ。まあそんな変わってないな、みんな。だって何も動いてないですもんね。でんて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 ん。2出したらいいんですか、これ。3ちゃうか。次1やったらこっちですよね。思いました、僕も。やばい。これはやばい。3000ダメージは怖い。終わった。ナイス。3000は無理じゃない。アトランティス見れへんやん。誰も行けへん。俺も行かねんかったし。ああ、天使全然いいっすよ。マネーフリーフリーフリーってなくなった。終わった。つかの間のフリーやった。一回だけしか使ってないっすね。一回だけ。え？セレモンじゃないわ、これだったら。なんやろ。転職や。今転職したセレモン出した意味は。KY ですね、この転職やるの。さっきのスマッシュの剣道に空気読まない。全然空気読まない。はい、もうエチオピアどうなったやん。ふざけんなよ。まあ、ガーナ取ってこっち向かおうか。せやな。ゼロ。やった、全集金や。うわ、もうないんちゃう俺。でも結構さっき集金してもらったから110万で20万。
進めていくと、全然キャッチャーじゃんかな、これキャッチャーないもん、もう帰れないですからね帰れないですからね、オッケーオッケー、あいつらも戦ってくださいよ、あ、死んでるのか、そっかそっか、そうしよう、もっちゃん死んどるわ、あと5日、5、出ない出ない、エチオピア取れる、さっきガーナやな、資産どっちの方が上なんやろ、え、これ8万6000の価値しかないってことですか、ガーナ、そういうことですよね、そうやな、安っ、エチオピアは18万、でかっ、エチオピアの方がでかい、1万6000ってやばい、やばいっすよねガーナいらんわ、ザンビアはしょぼいな、あ、違う、このトータルって行った時にもらえる額ですよね、はぁ、あ、はぁはぁ、6000払って泊まれるし、なるほどね、奪ったら18万ってことですね、はいはいはい、溜まってるよってことですよね、だったらさっきガーナで言う、あ、でもここ行ってからのがいいかな、ここ行ってここからの一応ペースでやんもんな、さっきガーナパクロで上に登っていく感じにしよう、あ、スカッサンやスカッサンや、めっちゃ似てるすごいよくわからないけど、すごい。なんかちょっと言いそう。言いそう。なんか頭くらくらしてきた。すごい、いい。今わかったら言いそうやもんな。言いそう。からきついなぁ、でもアジアからですよね、まだ近いんですよ、アジアに、じゃあせやね、
けど城でやっぱ掘ったらええもん出るんちゃう？絶対出るやん。須田君悪いでしょ、城で掘るって。イエーイ。まあ、マスターしてしまったら、あとは宇宙人マップだけですよ。あと20回ぐらい、戦闘。もうちょっとやん。いや、20回。3週間。すぐすぐ。必殺。うりゃ！ジャッホー！やった、バインやん。やった。すごいやん。でかい。何や？何や？すごいやん。すごいやん、バイン。じゃあ、ここ、ここ先行、頼む。あ、エレクトラでし、あ、リバイブあるんか。え、あれは見た攻撃や。まあ、攻撃してくれやろな。終わった。まあ、リバイブしてくれ。まあ、祈ってリバイブですね。まあ、そうですよね。そういうパティーね。そうか、回るんです、あるんか。出来レースやん。悪は滅びるもん。いや、滅びてない。全然滅びてないやん。キーといい、こいつといい、仕事が雑や。これで追うのやめるって時点でね、もうナンセンスですよね。トンズラ最強説。携帯どこですかね。ギャンブラーにもなれんねんな。携帯使おうかな。打ってくれるんですかね、今読んだら。ああ、ありやな。ねえ、まあそんなだったら一番さやな、タルパやな。持ってない。それだ。おお、カメレオンストーン全部買う。いつなったら、いや、それやったら全然キャッチないですよ。ありがとうよ。また。便利便利便利やわ。携帯便利。ギャンブラーありやな。一旦宇宙人になれる条件を見た人も絶対いいっすよ。いや、まずギャンブラーは精霊使いになれるやん、こいつ。新刊マスターしたんか。そういうことか。え、こいつ精霊使いになるんすかね、じゃあ。でも自分でなりたいねんな、俺精霊使い。そう、もう苦行や、無職、熟練度4。苦行すぎる。戦います、行かないと。こんな無意味な戦い。男無職を極める理由ないんですよね。ギャンブラーにしかなれないんで。やばい。
376。化け物のやり欲しかったな。また行けばいいじゃないですか。行けますよ。いや、一旦赤いいらんかな。さっきムータイちゃんがアトランティスを覗きたいな。まずは。まあそれはありますね、うん、もう覗いて満足したらもうムーしかないわけやん。うんうん。誰かムーアトランティス行けるやつおらんの。僕行きます行きます。3番いっぱい買って。全キャッチャー買います。でも僕4倍持ってるんで教会行きますよね。そんなみんな金持ってる。全キャッチャーないやん。あるわ。今何本持ってる？4万ぐらい。クッキー。クッキー知らないです。何本持ってる？もう60万置いてきました。もう400万とか持ってないですよね。じゃあ買わないです。600万でしょ。え、でも金、あれ、なんか回収しとったか、100はあるよ。あ、100はもらいましたわ。ただ、他の俺とかもクソや。バイアンに行かな。バインでいいわ。3バイン売ってないんですか、ここ。売ってるやろ。てかもう、盗んだんで、ハロージャンプで転職で、ちょっと職業解放していきましょう。うん。まあ、忍者でもいいですよ、忍者。忍者目指します。倒されんのちゃう。うん、倒されんの気にしてる。だって攻撃魔法ないっすよ。え、襲わんの？せっかく。ほんまや、ピーポーバッチ持ってる。ピーポーバッチ持ったのに。何のためのピーポーバッチや。奇跡の針金とかくれるんじゃないですか。あ、極悪ピアスで犯罪者結構上がったの。結局見てなかったっす。やった。もうすぐ消えるんでしょ。うん、一旦で消えるんですかね。どうなんやろ。一日で消えるはずやねんけど。腕意味なかったわ。あれもおろい孤立みたいなね。え、いけるっすいけるっす。多分始まりのターンになんかピュ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 ってなりますよ。ピーポーバッジが割れたってバリン。なんかローストーン使おうかな。何に進化するか。奇跡の針金。携帯マジ帰ってきた携帯。ループやん。じゃあ僕ここ取りたいんですよね。ここ何マスですか。10マスか。さっきバイン買いに行くか。携帯後で使って。ただバイン入れるとこないよ。8個しか持たれん。あ、てかまた4で4バインとバイバイン買えばいいんですもんね。じゃあ右にやっていこう。6。ここがいっちゃんペースだよな。いや、いやねんな。あいつ来たらもう信じていこう。もう信じます。モンモンを信じて。モンモンはもういらん。モンモン大量発生が面白かったさ。あれはやばかった。マジで怖かった俺あれ。モンモンってどうやって直すの？奇跡の。のみです。それしかないです。ナースの回復とかもわかんなかった。コロリは治らないです。でもまあ体力はほぼゼロにならないんで。
忍者行こうか。あの忍者みたいなの倒せんのかな。どんどん強くなってたよ。いやー、だいぶ強い。レベル64ぐらいかな。何でそんなんなった。まあ、リヴァイ持ってるんでいいんじゃないですか。リヴァイ結局、脅威なバーニングだけでしょ。いや、アタックが380ぐらい、確か。そんなにあんの?300ぐらいや。350ぐらいはあると思う。とりあえず精霊使い、どうやったら勝てるだろう。守るんです。これマスターしたら新刊マスターして。勝ち方ある？必殺。まあ、次いけた。すげえ。すごいな。守るんです。あとはイケメンじゃん。いますね。5。もうええって。まあワープとこ行けばいいじゃないですか。ワープしたでしょ。そこくの1になれます。これな、1のこれは。いや、1じゃない、2。転職せかしてますよ。もう海賊いらないでしょ。まあ帰ってもいいからね。なんかワンチャン勝てるやつじゃないんですか。ソードマスター。マスターからワンチャン勝てるの、うん、ああそやな、うん、あのステータス鬼上げて、うん、これでいきましょう。あ、一個持たないかな。3番やな。回復剤ちゃん。いやいや、3番やろ。ワンチャン。ソードマスターは強いな、うん、4。マルチクリスタルこれ使うのもったいないですよね、うん、4出ろよ。3や。次、石出さなあかんやん、俺。来い。あー、マジか。全員ゲット、何だったやつ。攻撃を見て反撃。必殺戦で反撃か。間違えた。反撃。これ寝させるの強いですよね。やったー。うん、あっ、お金の方はいらんよ。経験値増やしてよ。まだ経験値の方が嬉しい。うわ、これだし。これ地味に美味しくないですか。絶対可愛いと思うんですよね、見た目。来い。今、ま、手荒れるだけや。こっちか。精霊使いってどんなんだろうね。わかんないです。全部の職極めたらなんか王族みたいになりましたっけ。確かデビラーマンの名前入ってるけど。ああ、そうなんだ。デビラーマンやったらベータ入れてるけどな。アナザーは無理や。
痛い。こうじゃな。じゃあ、行きや、行き。食らう。出てくらまんし。一緒や。食らけん。でかっ。いや、そんないらないじゃん、守りですな、くん。いや、必殺簡単に打てんもんな。カウンター食らっても守ってくれんもん。え、それ守れるんすか。いや、守れるはずや。こいつ2個目ちゃう。いや、ゾンビや。え、これ何回使ってました、さっき。水中潜ったら貝拾うんちゃうか。貝いらないでしょ。来い。うまっ。え、また向かうんすか。みんな向かってる。魔法アタック強かったらこれで死んでたよな。ギャンブラー強そうやねんけど。なんか行こうかな。カードの先行、後攻引いても、イカ様でなんか帰れ、みたいな。成功キープできますか。で、あとなんか戦闘中の相手が必殺、こっちが防御とかで、なんか、そういうのイカ様発動したら、コマンドをカウンターに変えれるみたいな。確率ですか。どういう感じなんかわからんけど、めっちゃ強いよ。やったそんなことあります。なんか4、くそ止まれない。まあ熟練ながらかいいんですけど。最近ウェーバーやったっけ。あいつ出てこない。なんかウェーバーって。いや、なんかニトログリセリンとか。ああ、そうですね。また高校か。一冊売ってこいよお前。何秒ぐらい来ないの。遅いんか。バーニング。
なんかあったの。なんかあったな。気のせい。ここ拾ったの。やったー。じくれ流れよ。マックスなったらすぐ転職するから新刊に俺。あ、俺でも送料マスターしてなかったんかな。こいつ精霊使いに転職しないんですかね。するんちゃう。うわちょっと危ない。むっちゃなんで上がってんの。え、誤差じゃないですか。まあ誤差的とかな。もともと僅差か。はい。まあ俺がちょっとあれよね、ちょっと無職やし。無職、ここのボーナスないんですか。うわもういらん。ボーナスない言ってたら。こいつ聞いてたんちゃうか。一番やばいやつやん、もう。一番困るやつやん。言ってたら来る。ワンチャンニトログリセリンはね、耐えればいいんで、ね、爆発しても。さっき喋っててこんなすぐ来る。でもすぐフラグ回収するからね。すげえな。びっくりやん。え、そっから行くね。左、左、左、左。左から。え、何止まらなかったの、ここ。そうそうそう、洞窟か、うん、左や。3倍最悪守るんです、あるんで暗殺で死にそうなって逃げるんでしょ。物理は絶対大丈夫。行けんちゃん。なんでなんですか。下です。バグト、バグト、バグト。四角、四角。インド行くんすか。来い、ウェーバー、ウェーバーラッシュ来い。ウェーバーラッシュ。きつくもしれん。こんな子供を。やったー。でも若干可愛いからね。可愛いはせいです。可愛い子が倒したから。苦し紛れすぎでしょ。頼む、位置出てくれよ。神の笛か。パンドラの箱で道ずりで死神の笛。たまらん。たまらんな。知らんかったんじゃん。いや、せやけど。いや、いつか絶対死にますからね。そう。何かで。何かで絶対死ぬんですよ。僕も結構長い間死に込み編持ってましたもん、前。もう、しかもこっからムータイムだしなぁ。いきなり箱出てくるんじゃないですか。こいつは、こいつは大丈夫でしょ。こいつはカモや。しかも経験値美味しいし、マホリターンの時はいいやつですね。この盾優秀やな。
茶番やレベルも着々と上がっていってんな。サフリカさんに対してレベル上がらないんでね、自分が強くならないんですよ、マジで。早くあの村飛ばして。来た。強っ。攻撃400。そんなでっかく言ったバババイゾロ目おめでとうバババイいでよ通れないわまあ、まあ、まだこっから底上げできるじゃないですかってで攻撃底上げして攻撃一発でぶち殺しましょう、うん頼む2そろそろお願いいや5って結構離れるやんまあ今回は忍者になって終わりぐらいちゃう5万円全然ちゃうです2個もいります いるやろモーキャッチャーの方がいらんよ絶対これ道連れ耐えれないですもんだって守るんですモーキャッチャーで俺の死神の笛取ってくれたらいいのバッターでも取るんですかねうっきたあーいるのかな来るんか思ったこれでさミミック出たらどうなるの戦闘開始なんだあーそれ気になりますねちょ無職のそんなもたれん所持の中で一個バタンってビクビクの書いらねアトランティスチャンスこいずっともうこいつで追ってほしいわ降参はせんといてほしい毎回この戦闘見るのもだるい長いですねエフェクトが結構エフェクト長いんでマホリタもエフェクト長いですよねからのボアからのエフェクトが見るんでしょで1 マジ茶番で投げるシャキッとでこれやったら防御が垂れてたんじゃないですかうんレベル3だねいらねえいやいいねこれやったら無職でもまあまあいいわただ海賊で携帯分取りまくりたいけどおぼぼいクラーケン携帯分取りまくったらやばいよなやばいそんなに行くな、うん、あ、いけるてか、バババインやってる間にキノコ食っといた、うん、おりゃ頼む3まだやってんねんな終わらないいっかな、エチオピア、うん、甘いし、うん、うん言うとん甘いしでさばきたいんですよ1位じゃないもん、うちあうん、1位じゃないけど2位やからあ、お楽しみ種はでかい1位じゃないんだよさ捨てなあかんの死にあがるんだけどお楽しみの種はいらんうんこんなのがめっちゃいらん
金があれば回復するもん。かも回復剤捨てるから。これはいる。お楽しみの種捨てましょう。え？お楽しみの種捨てましょう。でお金で解決できるんですよ。うん、間違いない。でもここでマルチクリスタルを使いたい。俺は使おう、もう使う決めた。マルチクリスタル使っちゃう。取られるわ、村シーカ。かわいそうに。もうちろん、もともとボーダーのシーンだよね。僕、ここ、自分のやつですからね。エチオピア。そう。ここの主、すぐ誘惑されるから。ほんま。そうそうそう。あのデブのおっさん。しかるべき場所に戻してあげますわ。うわ、戦闘マスじゃない。でも、いいアイテム取れそうですね。うわ右下ゾーンやばくね。奇跡の針金あんで。よっしゃーめっちゃ選んだ。くっそー。まだ出てる。これでいけるでしょ。パワーキノコ使って。これで4倍に使ったらどうなんだろう。どっち優先すんだよ。いや、使用した方です、多分。500、これ1撃でしまいでしょ。先生やられる日が絶対いけるいける。9、15でしょ。上やん、上上いける。いった。じゃあ魔法使いちゃんとやってもらうよ。ぴったりだったんかな。鬼強なっといて。浸透照射怪人みたいな、なんか呪文言うや。もう一撃でしょ、攻撃。攻撃。えっ、耐えるんちゃう。耐えたギリ1100やもん。暗殺守るんですかね。大丈夫っす。バーニーだけ守っといて。リバイブでいい。うん、なんだろう、多分上がらないですよ、素早さが上がってるんで。失敗した。次、先行度は上がるのか。え、守るんです、持ってるの。持ってます、持ってます、1個後。お前、余裕や。もう、使っちゃうもんね。自分の取り戻しに行った。ゼロも入んだよな。もらってきたぞ。どんだけ誘惑に合うねんこいつ。俺はしかし見てるからな、ね、これはでかっ。24万。今カズヤ200万持ってんねん。いや、別にもう、どうしようもできない。ニートやし。世間体気にしてないから。でっかいオンバイン。でんてれってれれれれてれってれれ。携帯使ってタルパ呼ぼう。さっき何取ったやったっけって思ったらスピードキノコか。うわっ、早いな、早いお出ましやな。笛が回ってんだよ、笛が。笛笛が回ってるわ。笛しかも耐えたよな、さっき。あ、いけるいけるわ。レベル上がったからか。はぁ、あいよー、まいどー。さっき1残ったもんな。しゃあと12回で、携帯で宇宙人呼んだら勝ちっすよ、もう。
その携帯がないの。うわっ、やばいやばいやばい、最強の証が消えた。そのことなんでやばいですね。でもいけるでしょ、守るんですよね。はい、攻撃も攻撃死ぬんです、あの量やったら。して上がってなくても、余裕で死ぬやん。あ、でも待ち、攻撃でいけるやん。いや、必殺じゃん、必殺じゃん。なわけないわ。でも避けられますよ、ワンちゃん。170でしたよ、素早さ、あいつ。当たった。師匠、師匠、くの一になる時が来たか。おお、どうなった。僕のあれで見えますよ。てってるて、おお、かわいい、かわいい。え、可愛くないですか。なんか色合いがちょっとあれ、全然あれなんですよ、ちょっとおばはんみたいな。おばはんがない、うん、ダメですか。海賊の方が可愛いで。え、海賊の方が可愛いで。可愛くないですか、あれ。もうちょい教会みたいなあれやったらよかったな。あ、色合いがね。あれ？タラパタラパ。バイン系を。だいぶお得意さん。今日も。うわ、来た。活剤。うわ、これは熱っ。バババイン。やばい、もう死なへんや、戦闘で。魔法の鏡はいらんな。守るんですもん、2個あるんでいいっす。贅沢やな。そうそう、2個持ってますもんね。で、復活剤、回復剤、バーバイン、バイバイン、4バイン、OK。復活剤熱いな。これ熱いですよね。だから物理も守れるし、魔法も守れるんでしょ。そうやね。回しな。これいらんし、守るんで3個も絶対いらん。ありがとう。俺絶対倒されん。物理しかないから。3回殺さな。ゾンビはゾンビ。こいつを守るんですか、深澤持ってる。今このキャッチャー熱いかな。熱いな。あ、整列感なるんかな。あ、なりそう。見ちゃうな、自分やりたかったな。うわぁ、あぁ、見せてよ。全然見せてくれへんやん、こいつ。めっちゃ早かった。うわぁって言った。かわいいんかなぁ。じゃあ、これ、最終集しようか。ちょっと、待ってください、待ってください。整列かい。あ、かわいい、かわいい。羽生えてる。なんか、窓かやな。最終形態の窓が。アルティメット窓か。アルティメットや。うわ、なりたいなりたい、整列かい。マジか。クッキーの色がまたね。ピンクですもんね。ピンクやからね。うわ、いいなぁ。シャラつかれなぁ。もう怪獣使い飽きましたわ。アイテム落としてほしいよな。レベルだけやったら上がるな。忍者別に可愛くないね。あ、ほんまや。口元見てそんなやった。しかもこれどうやって変えろ。地道に変えるしかない。どうやって変える。なんかちょっとボンバーマンみたいな。暗殺一発かましておきましょう。カエルや。反撃でしょ。ジライア先生。どうやるんやろ。あ、これか。
くない。いや絶対精霊使いやな。じゃあこれもうもう確定やわ。可愛くないわ。ワープ行かなあかんのか。ワープ何マス？15マス。やっただ4番員でいいっすよね。ワンちゃんクッキーさ、王族にできるよ。そやな、アナさ15来いよ。12、ちょっと多いな。調整できるのかな。届かない。ガンガンの C やしな。ザンビア向かれへんの。ここで3万円いっぱい買う。そんな持たれんですよね。パンパンにして今1個だけ使っただけですもんね、うん、ここやな。5万円。来い。1のクリスタルでも全然いい。魔法の鏡めっちゃあるよ。何やね一番のハズレ。速攻使うわ、スピードキノコも。おー、アルティメット窓か。すげえ。めっちゃいいですね、精霊使い。何やねん。やばないですか、これ。何これ。ランダムのカードが攻撃する。何何何、怖い怖い。もう音楽でわかんねん。やばいやばいやばい、結構暗い。やばい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 。カオスや。やばい。あ、俺も飛んだし。えぐいえぐい、引くわ。どこ？あれやん、アジア。まあいいわ、力あった。ガマやろ、これ、ガマ。え、うちあれやんな。洞窟なんか入ってたから食らってないだけやんな。あ、多分。多分。怖こいつ。やば、燃えしかもこいつ魔法ですよ、魔法。え、今は魔法なの。はい。え、やばいやん、おい、地獄やん。だから僕、200あるからあんま食らわなかったんですよ。地獄やん、避けられんの、あれ。あいつやばいやん、もういい振るってんの。そうっす。さあ、じゃあ、2時間なってるんで後編で今回終わりたいと思います。次回は転職する宇宙人、お楽しみに。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。